東京都知事選に出馬し、165万票余りの大量得票で任意に食い込む大健闘を見せた石丸真嗣氏41。彼の認知度が爆上がりしたきっかけは、前職の広島県秋田方市長時代の4年前、本会議中に居眠りをしたり、質問をしない市議に対し、恥を知れと声を荒らげたことだ。これが SNS で大バズり。 だがい眠りをした市議は、当時、脳梗塞を患っていた。若手、改革派市長に血祭りに挙げられたことで、老外市議に対する批判や嫌がらせは家族まで巻き込んで続き、ストレスを極度に溜めた市議は胃に関する持病を悪化させ、今年1月、68歳で、ひっそりと息を引き取っていた。途中から景色が、ぐらりとしたと思ったらその後は、 記憶にない状態だった石丸氏が華麗なキャリアを投げ打って故郷の秋高田市長に転身不届きな議員に転虫を加えて人気を博したのは一で伝えた通りだ2020年9月25日石丸氏は Twitter「g x でいびきを書いて EU に30分は居眠りをする議員が1名と指摘後にその議員が 竹隆文氏だと判明すると、竹岡氏は居眠り議員とレッテルを貼られて嫌がらせを受け続けたそして今年1月30日、三好市内の病院で亡くなり、ネット上でも死因はストレスではないかという噂が駆け巡った詳しい経緯を知る現職市議が取材に重い口を開いた居眠りを指摘された本会議のことについて、竹岡議員本人からは、 途中からら景色がとととししたたたた思っっその後は記憶にない状態だったと説明を受けました隣席の議員も揺すっても一向に起きないので単に寝ているだけには見えなかったと証言しましたそんなこともあり竹岡議員が9月29日に病院で検査を受けたところ睡眠時無呼吸症候群が確認され居眠りをした時は無症候性脳梗塞だったと診断されています 単ななる居眠りではなかったのだ竹岡氏は翌9月30日に診断書を当時の議長に提出議長は秘書広報室室長に託し市長たる石丸氏にもすぐに渡ったしかし石丸氏はそれで矛を収めることはせず議会と対立する姿勢を選んだようだ CD が続ける石丸前市長は居眠りを指摘したことで議会から「 敵にに回すすなら政策に反対するぞと説得同喝ありなどとツイッターに投稿したことで話題が同う喝問題に移り居眠り問題は一旦鎮沈静化したんですしかし2年近く経った2022年の6月市民団体のブログ記事をきっかけに再燃しましたこれは 竹岡市議に取材したとする告発記事で石丸氏が受け取った九段の診断書をシュレッダーにかけたという衝撃的な内容でした居眠り問題について議会は説明を拒み続けていると批判し続けていた石丸前市長はこれを読んですぐさま報復と思えるような動きをしました 竹岡議員に居眠りについて市民に対する説明が不十分とする内容の文書を何度も送りつけてきて最後は期限付きで回答を迫りこれを受けた竹岡さんは記者会見を開いて市民に説明することを選びました結果的にこの会見が竹岡市議を精神的に追い詰めていたのです留守番電話に殺害予告が残っていた 会見は逆効果だった。石丸氏は個人情報なので中身を確認せずそのままシュレッダーにかけたと地元メディアの取材に話していたが、支持者には竹岡氏があくまで抵抗勢力と映ったようだ。以降、深刻な嫌がらせが相次ぐようになった。会見後から竹岡議員の自宅には昼夜問わず、 誹謗中傷や脅しのような電話がかかってくるようになりましたさっさと議員をやめろ死ねといった内容のものから無言のものまでさまざまな電話が夜中の1時2時にもお構いなくかかってきて竹岡さんは日に日にやつれて元気をなくしていきました奥さんもこういう電話に対応しているうちに寝込むようになったそうですそのうち頼んでもいないな商品が 自宅に届くような嫌がらせも続き留守番電話に「殺すぞ」と録音が残っていた時にはさすがに警察に相談に行きました警察は脅迫音声を残した本人を特定して警告したが竹岡氏は処罰感情を表さず事件化されなかったようだ脅迫した本人が「もう二度とやらないから勘弁してほしい」と泣きを入れたそうで警察がそれを 竹岡氏に伝えたところ、本人がもうやらんと言っているならそれでいいと終わりにしたんです。でも誹謗中傷の嫌がらせ電話はその後も終わることがありませんでした。とにかく、石丸氏が何かを発信するたびに、この問題が再燃して嫌がらせもひどくなった。立ちが悪いことに、石丸氏は根も葉もないことを平気で言うんです。千二十一年の八月の豪雨で田地が、 判断した際、浸水被害に遭った現地を視察した竹岡市議が大したことないのと発言したと石丸氏は議会で発言すると瞬く間に SNS で拡散されましたそもそも田地比というのは竹岡さんの地元ですよ本人もそんなこと言っとらんと憤慨していましたそんなことが繰り返され竹岡氏は心身のバランスを崩していった それでも自宅には監視カメラを設置して、外出先からも確認できるように対策を講じ、市議としての職務を全うしようと努めていたという。監視カメラをつけたのは、自宅にも何か、いたずらをされたからだと思いますよ。とにかくどんどん体調が悪くなっていったのに、本人は無理して、市民の意見を聞くための地域懇談会にも顔を出していました。私が、無理するな。 体を治すのを先にしと忠告してもまた市長に何書かれるか分かったもんじゃないからと出席していました去年の冬にはかなり体もつらそうで何かを食べるとすぐにトイレに行って吐き戻すようになったんです以下はネットユーザーの反応をまとめたものですその思い切って言いますが国会も自治体の会議も議題に関係ない人は別に欠席で良いのでは 特に議員さんだって病気なら休むべきですよ人間なんだものしかも高齢が多い議会より足使って困ってる人を見つけてより良い世の中を作ってほしい前提として片方の言い分を中心に報道するのは公平さに欠ける石丸氏が居眠りを批判することに何も問題はない現に竹岡議員だけが居眠りを指摘されてきたわけではないし 新市長就任後早くも居眠りが復活していたここで問題にすべきは非を認めることなく感情的に否決目的で議会に参加した竹岡議員並びに清志会そして犯罪行為をした一部の石丸氏の支援者問題を一色他にしてその責任を全て石丸氏にしむけるメディアの印象操作には政治上に危機を感じる 例えば同僚で仕事を辞めた人がいたけど、病気と分かり辞めるまでは職場でふらふらしたり、突然意識消失したり、入院、欠勤、改善したと思えば、また別の疾患で来れなくなったり、内側から見ると心配したりもどかしい状態が続いた。突然倒れて入院、なら外からも分かりやすいが、予兆が誤解されやすかったり、こういう疾患だから退職しかない。 まで思い切るには日数がかかることもある68歳ならまだ若かったかもしれないしかし今後はさらに高齢化率がと思うと不安